い、皆さん今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。じゃん、アスカフューチャリングデビッド・フォスタープレミアムコンサート2023という、このライブの映像を見ながら私が勝手に思うままにお話をしていく動画、今日はですね、なんかちょっと落ち着いて入ってしまいましたけど、入りがね、なんでかっていうと、プライドっていう楽曲が今日ね聴かせていただくところなんですけど、 Hard to say I'm sorry、 はい、という楽曲とこれね並んでるんですよ、曲がこうかね、もうちょっとぼやけましたね。まあチェゲアスのもう有名曲というか、ファンの皆さんが選ぶね、好きな曲ランキングみたいなのやると、もうプライドっていう楽曲は間違いなく上位にこう来るぐらいで、私もすごい好きな曲なんですけど、この曲とこのね Hard to say I'm sorry という、これ放題素直になれなくてでしたっけね、これという曲がここでね融合しちゃうんですよ。だからといってなんでこうね落ち着いて入るのかって言われたらよくわかんないんですけど、なんかちょっとなんていうの、おごそかな空気で聞いた方がいいかなと思ってこう始まっておりますけれども、もうこれはもう見るしかないですね。もうまあ見ましたけど、一回去年3月にライブで見てますけど、なんかウォーウォーっていう感じでした、感想が改めてちょっと映像で見てみないと何がウォーだったのか私もちょっとね記憶を呼び起こしながら見てみたいと思います。それでは1時間09分06秒のところから行ってみましょう。再生ポコリン、ネクストドアが終わったところでお客さんの拍手がプワーッとちょっと暗転しております。そしてテテテテテテテ、それをデビッド・フォスターさんが弾いている、テテテ、お客さんもやっぱ拍手な、この曲の前奏来たら拍手なんや、やっぱね、テテテ、かっこいいね、あすかさん、マイクスタンドから手をパッとありがとうというふうにも見えるような手の動きでさ、スタンドマイクではなくてハンドマイクですよ。テテ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 、思うようには行かないもんだな、つぶやきながら階段を登る、タタ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 、夜明けのドアへたどり着いたら昨日のニュースと手紙があった、折れた体をベッドに投げ込んで、君の別れを何とも見つめてた、伝えられない言葉ばかりが悲しみの顔で駆け抜けてく、心の鍵を壊されてもなくせないものがある、プライでてんてくてん、わーぞ、ここで感想でてんてくてん、テテ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 テ、 Everybody said it's hard to say、 かっこいい、 Yeah、 レビトサさんも思わず上やって From the heart、 かっこいいアレンジ、 Everybody said it's day、 All the way from me to heartうわー、そっからの柔らかし、 Let me say you're starting Starting I just want to say
I promise. 声の響きですね。Nothing is the same now. You're not sweet like me. I got it no go. Oh, 帰ってきた。僕は歩く。なんてかっこいい帰り方。長いで。白いまとめに両手を広げた。伝えられないことばかりが悲しみの顔で駆け抜けてく。心の鍵を壊されてもなくせないものがある。すごいマイク動いてますけど、誰も知らない涙の跡、抱きしめ逆ねた、夢や思い上がりと笑われても譲れないものがある。 Fly。 そしてうわお手を組んで、アスカデビッド・フォーソンの見てね、いやー、すこさん笑ってるよ。Thank you very much と。わー、Thank David Foster と。わー、これ長さも、もう、わーっと盛り上げて。いやー、デビッド・フォーさん帰ってきました。あすこさん、ちょっと僕はね、いつか、デビッドと一緒に、スタジオに入れたらいいなっていうね、ことを思ってました。僕はあのまま影響を受けて、ダダダン。今回デビッドが編曲してくれた中にもデビッド推しがあってねと。なんかね、デビッドはもう今ね、音楽をやることが楽しい。なんかね、プロデュースというのは、もうあまり興味がなくて、自分の音楽をやり尽くしたという、ゆっくり音楽を、やりたい。そう言われてしまうと楽屋に入って意味なくなる、止められてしまったみたい、あ、そうなんだと。そういう時あるんだなと思って、僕はまだまだないんだけどと、きっとあれなんだろうなと。デビッドはもうグラミー賞 も16回だっけと取られた方で、昨日も野球に例えて食事してる時に、打率といえば何割だろうと、気にしてたんだけども、アメリカって倍が違うからね、全然違う。音楽のもエンターテインメントに対する考え方が違う。日本はこういうステージ組んで、ね、後ろから映像がね、お客さんの後ろからもうこういうステージでやらせてもらいますけど、アメリカはもうエンターテインメントになると、もうどれだけお金使うかわからないっていうぐらい、来てくれた方をみんな納得させて、驚かして喜ばして帰るんだっていうね、それが現れてる。で、僕の歌もそうです。僕の歌もそう。いい笑顔、皆さん、お客さんね、拍手して、いろんなことが起きてますけどねと。早く時代は回るっていうんだけれども、あの頃過ごした90年代のあのすごくいい時期をもう一度なんて考えてると絶対来ないからと。過ぎ去ったものは過ぎ去ったもの、それと違う形のものをね、もうあのエンターテインメント性を持ったステージを、この先僕はね、どこかでやれると信じて、やっていきたいと思いますと。さあ、そしてギターを今持つところで、
ちょっと止めときましょうか。もうちょっとこのプライドっていう楽曲とね、この Hard to Say I'm Sorry とか、まあ、シカゴのね楽曲で、まあ、これも聞いたことある人ばっかりだと思うんですけど、放題やったかな、さっきちらっと言っちゃったけど、そうね、 Hard to Say I'm Sorry、 シカゴの曲、素直になれなくて、あ、素直になれなくてさっき言った、ちょっと間違ってたかもしれないですけど、まあ、でも本当にこの楽曲にもろもろね、飛鳥さんもご自身で言ってましたけど影響を受けて、このプライドという楽曲の、まあ、メロディーなのかアレンジなのかね、でその影響を受けたデビッド・フォスターさんとこの楽曲を演奏する、プライドという曲を演奏するのもすごいことですけど、その途中にその丸々影響を受けた曲を作った人が弾いてくれる伴奏で、それも飛鳥さんがもう、あ、歌ってしまう、合わせて歌ってしまうって、でそこからまたプライドに帰ってくるなんて、もうすごいことですよね。これもなんか言葉で何で言ったらいいか分かんないけど、本当すごい瞬間というか、すごい融合が行われていて、いやこれすごい。そんでまたあのプライド1番終わって感想言った時に、テンテテテテンテテン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 弾いた時の、あのデビッド・フォスターさんも本当嬉しそうでね、楽しそうで、いやなんか私がね偉そうに言う感想じゃないと思いますけど、いや飛鳥さん良かったな誰目線なんだよという感じですけど、いやすごい。だからもうこの今のプライドっていう楽曲であったりとか、このね Hard to Say I'm Sorry っていう楽曲は、もう飛鳥さんも多分あのどう歌おうとか、そういうあのテクニックどうこうとか、声の出し方どうこうじゃなくて、もう多分この今演奏されている伴奏で、ビートオーサーさんも弾いてくれている、で自分がこれをこのたくさんのお客さんの前で歌えているっていう、なんかその状況をひたすらにこう味わいながら、楽しみながら、噛み締めながら、なんかこう歌われてたんじゃないかなという、なんかそんな気がしましたね。まあもちろんこのプライドっていう楽曲は、もう飛鳥さんも今まで数えきれないほどね、ライブだけではなくて、こうレコーディングもそうだし、いろんなところで歌ってきたと思うので、もうあの体の中に完全に歌い方みたいなのは染みついてるはずですから、なんかそのもうね、歌詞とかメロディーとかも絶対出てくるぐらいのね、すごいもう親しみのあるというか体に馴染んだ曲だと思うので、なんかそれをこうね、じっくりと、もしかしたらこう作ってる時の気持ちであったりとか、この最初にデビッド・フォスターさんの音楽聴いた時の衝撃みたいなことまでちょっとこうね思い出しながら、なんか歌ってたんじゃないかなみたいな、ちょっとこうね雰囲気は勝手に感じてしまいました。だからもう歌声どうこうじゃなくて、ここはね、この楽曲のこのアレンジはなんかじっくり何回も何回もこう聴きながらね、堪能したいなと思いますけど、今ちょっとねあの MC のとこまで見させていただきました。このあとね、またこのね90年代のあのエンターテインメントを、またなんて思ってると、そうね、もう過ぎたことだからと、でもまたああいうのやっていきたいなと、やっていこうと思ってるって言った後に、チャゲアスのライブのツアーとかでもよくこう盛り上がるところでやってたレッドヒルっていう、これがまた曲としても素晴らしい、ここでこれやるのかっていう感じなんですけど、続きはまた明日以降で見させていただきたいと思います。皆さん、今回も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。